どうも。今日の企画は何でしょうか、神弟子。そうですね、あれですよ。皆さん、そう、ご存知の激辛、実は全然辛くなかった事件。佐賀さんがね、なんか下手な演技で殺いぜみたいな言ってるだけの動画のね、あれはダサくだ。そこで今回の企画はこちらとこちらですね。何これ、どういう組み合わせ。これ、まあ、ペヤング2個あるんですけど、1人がめちゃめちゃ辛いの食べます。じゃあこっち、はい、もう1人が普通のペヤング食べます。こっちを。どっちがむっちゃ辛いの食べてるか当ててもらおうかっていう企画です。はい、まあほんまにこっちだったら多分マジでガチのリアクションですよね。で、こっちに関してはもう絶対辛くないんで、意図的にしなあかんやつなんで、どっちが本物を食ってるか、どっちがこっちの閻魔大王を食ってるか検証してもらうってやつですね。はい、ペヤングできましたよ。さあ、どっちが激辛でしょうか。当ててみてください。はい、では実証。食べていきます。どちらが辛いでしょうか。絶対辛いな、これ。やばそう。うわ、あけー。あけー。いやいや、うわ、辛っ。辛っ。あー、辛い。辛い。辛っ。やばい、これ。ちょっと牛乳いただきます。無理っすわ、マジで。あー、辛っ。やばい、このペヤング。うわ、これもう無理や。僕もこれもうやめっすわ。息しただけで辛っ。あ、じゃあどっちが演技か分からなくさせるように、ちょっと一回ペヤングチェンジしてみますね。これでもうあなたは絶対に分からない。食べてみなさい、この辛いの。では、いただきます。いただきます。うわ、どうですか、この食べれたやつ。どうですか。全然っすね、これマジで。余裕っすわ。戻しますか。悪魔やな、お前。いや、サナさん、食べましょうか。頑張りましょう、もう残りラストっすわ。サナさん、頑張りましょう。よく言うな、お前、はい、よく言うな、お前も、ほんまに。いや、僕のむっちゃ辛いんすか、これ。やばいっすよ。それ食うだけでも辛いの。それ食うだけど、セリフ下手すぎますよ。いや、もう そんな考え取られへん。辛い。やばい。もう辛すぎて、もう一口でいきたいから、スパゲッティ風に食いますわ。いや、僕もソース焼きそば風に食べますわ。いやいや、ソースですよ、言うてるやん、もう。悪い男や、ほんまに。それでは、いきます。いただきます。あああああ、カレー、超カレー、マジカレー、パネー。まあ、残ってますわ、殺す気かわ。世間体的に、やばいっすか。いきます、いきます。お前、ほんまに殺す気か。あ、じゃあ僕もちょっと最後に残ったむっちゃ辛いやつ食べますわ。もうなんか具材的なやつ、辛そう。こいつ殺して、ほんまに。うん、うんうん。はい、皆さん、どちらが辛いソース焼きそば食べてたかお分かりいただけましたでしょうか。うわ、喋るだけでもカレー。どちらか分かりましたか。ちょっと正解、サカさんいいっすか。どっちが辛いの食べてたか。うわ、辛い。もうみんな分かってる。辛い。俺や。これがマジのリアルな反応です。前のはめちゃめちゃ嘘。どうですか、あれと、あの前の企画と比べて今回どうでした。もう、はい。いや、もう喋ったらこうビリビリビリなんね、うん、いや、そんな感じ見えないっす。まだ多分辛いの足りてへんっすね、佐賀さん。こいつだけはほんまもう鬼やと思う。途中で一口だけ壊させてもらったんですけど、マジで死にそうでした、あの一口だけで。佐賀さんちょっとかわいそうやなみたいな。むっちゃ食べたはったんで思って。そんな最後まで食べなくてよかったのに。殺すっていう企画でした。佐賀さんがまた激辛、まだまだどしどし来いっていう感じなんで、ペヤングの地獄辛いみたいなやつを超えるものがありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。お待ちしております。また来週。